つくば国際大学東風小学校は、茨城県森谷市ゆりが丘一丁目にある私立小学校。つくば国際大学東風高等学校の付属学校。つくば研究学園都市、千葉県を10分圏内、東京都、埼玉県を20分圏内、都心、神奈川県を30分圏内とする、つくばエクスプレス、森谷駅から徒歩10分。 スクールバスモ部の場所に立地し、学園都市や東京都内、近県からも通学支弁な立地にある。また、森谷駅、阿孫子駅、筑波駅へのスクールバスが運行されている。1学年60名程度としており、同系列の筑波国際有利が丘保育園及び音楽教室が当地に隣接しているほか、森谷市内に筑波国際、松並保育園が設置されている。 医学年が交流して、思いやりのある心や、道徳的実践力を育てる。児童の言語能力を育て、日常生活に生きて働く力を育てる。層の時間、書者の時間を1時間特設、またアフタースクールでも、作動、脳、書道、玉山、将棋の時間を設け、日本の伝統文化を大切にする心を育てる。キャリア教育や四教科の補充、進化、 発展を期す個別指導をする特設された1時間、1.2年生は読書を行う。リーダーに必要な要素である、誠実さ、ひたむきさ、謙虚さを校訓に掲げ、一貫して人間力を育む。そして、次世代を展望して、国際的視野と高い道徳感を持ち、強い信念と責任感、果敢な行動力と優れた問題解決能力を持った人材を育成する。 一年生、四年生の冬服は男子は爪入りタイプのジャケットにハーフパンツ、女子はセーラータイプのジャケットにジャンパースカート。5.6年生になると成長の変化に合わせて男子はスラックス、女子はスカートにセーターのカジュアルな制服を着用。夏服は一年生から六年生まで共通で男子は白基調のボタンダウンのポロシャツに紺のハーフパンツ、女子は コンジワンピースを着用。また、各種式典では各棒にアカデミックガウンを着用する。学内に厨房を持ち、管理栄養士による完全給食を実施する。ランチルームが設置され、全児童が一緒に昼食をとるスペースになっている。母体となる筑波国際大学、そして2009年に新設された筑波国際大学東風高等学校が、 系列付属校として存在するものの、付属中学校は2010年現在では設置されていない。ありがとうございます。